エリック？このガキンチョ、どうして一人でこんなところに来たのよ。ここがどんだけ危険な場所か分かってる？ゼーレ、別に俺がどこにいようが関係ないだろ。俺は行きたいところに行く。ほっといてくれよ。物資をどこにやったの？なかなかやるじゃない。でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうする気だったのかしら。ただ隠れてずっとビクビクしているつもりだったの？余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし、大人の助けなんかいらねえから。まったく口の減らないやつね。じゃあ教えてくれる？モンスターたちを前にしてこの鋼板をどうやって運ぶつもりだったの？それはどうにかなるかなって。そんな丁寧に話さなくてもいいわよ。こいつは有名なコソ泥なんだから。私の記憶が正しければ今着てる服も他のガキから盗んだものよね。それは言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの？こっちは人の命がかかってるのよ。200は200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ？高くはないけど、あいにく今はお財布を持ってない。本気で渡すつもり？言ったでしょ、こいつはコスト泥で、これもいつものやり口なのよ。違う、今回は違うんだ。お金が必要なのは親父が。また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。エリックっていうのよね。これを持って行って。これはこれは勲章。剣装者が授けてくれたもの。真ん中にある青い石が見える？これは最高純度の地髄結晶なの。家族のためにお金が必要なんでしょ。目利きができる人に売れば一目でその価値を分かってくれるはず。ありがとう姉ちゃん。これでも一つだけ約束して。今後絶対に物を盗んだりしないこと。できる？分かった、俺絶対もう盗んだりしない。じゃあ指切り。嘘ついたらシルバーメインが捕まえに来るよ。落とさないようしっかり持って町に帰って。途中の邪魔者はお姉ちゃんたちが片付けたから。 ありがとう、名前の知らない姉ちゃん。ここにあるもの全部姉ちゃんたちにやるよ。そのあんたたちも気をつけてな。なんか高いところの建物にすごく恐ろしいやつがいるらしいからさ。あ、そうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店街を迂回した方がいいぜ。わかった、ありがとう。あれ、結構大事なものだったんじゃないの？あんな簡単にエリックにあげちゃって大丈夫？あの子が改心するならあれくらい大したことない。ふん、もし改心しなかったら？幼い頃お母様に教えられたの。人々の心にある善意を守れって。たとえ自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだと。ゼーレ、私はきっかけを与えただけ。他の人があの子に与えられなかったものをね。何を言ってるんだかさっぱりね。ほら行くわよ。エリックが言ってたわよね、この先は商店街を迂回した方がいいって。確かこっちだったはずよ。